こんにちは、南野陽子です。それぞれに新学期や就職というこれからという季節、何のもこれからということで期待と不安が入り混じりながらも頑張ろうって元気いっぱい張り切ってます。今回のシングル話しかけたかった、とっても春っぽくて大好きです。素敵な恋をしたくって、素敵な大人になりたくって、一生懸命頑張ろうって思ってる女の子の戸惑いを歌っています。私は6月には20歳、その20歳になる前いろんなことがいっぱいあった10代最後の曲がこの曲です。聴いてください。どうでしたか？皆さんも早く覚えて歌ってくださいね。もうすぐ3枚目のアルバムブルームが出ます。ブルームとは花盛りとか乙女盛りっていう意味なんですけどね、本当にね、どの曲もいいんでね、私本当嬉しくなっちゃうんですけど、ぜひこっちの方も聞いてくださいね。では巻き戻してもう一度、はい。